はい、サイクルスポーツチャンネル、サイクルモードスペシャル編、今度はですねアミノバイタルさんのブースにお邪魔しております。こちらで注目のアイテムといえばバーン、アミノバイタルプロ、これニューって書いてありますけど、発売以来ですね初のリニューアルを果たしたということで、実際どの辺がどう変わったのか、味の素アミノバイタルの豊泉さんにお越しいただきまして、ちょっとご説明いただこうと思っております。ではよろしくお願いいたします。はい、アミノバイタルプロ発売以来初のリニューアルということですが、はい、そうですね、この8月に、初めてリニューアルをしました。はい、大きく変わりました。大きく、はい、大きく変わりました。いろいろこうこの辺の数字もいろいろ変わったんですか。そうですね、主に、大きくというと2つ変わってまして、はい、まず1つ目が、はい、圧倒的にまず飲みやすくなりましたと。味が、はい、で今までってアミノ酸って結構その苦かったりとか、はい、ちょっと飲みづらいというお声もいただいてたんですけども、はい、まあ、そこら辺をですねちょっとアミノバイタルのスポーツ栄養の科学の技術によって水を集めて、そうですね、なるほど、飲みやすく、まあ、1つ大きく変えたっていうのが大きなポイントの1つ目です。なるほど、はい、はい、2つ目は、はい、2つ目はアミノ酸のまず中身が変わったんですね。はい、この辺ですか。そうです、まず簡単に言うとまずアミノ酸の量が3600から3800に、はい、3800に、はいはい、なりました。はい、量がまず増えたっていうのと、はい、あとはですね今まで必須アミノ酸 BCA って入ってたんですけども、はい、まあ、よりそのリカバーの、力が強い、はい、そうです、ロイシンがたくさん入っているロイシン高配合 BCAA っていうよりパワーアップしたアミノ酸に、はい、が、入っているっていうのも2つ目いい点ですね。なるほど、はい、なるほど。で最後ですね、はい、実は3つある。3つ目が実は3つある、はい、3つありました、はい、忘れちゃいけない3つ目は、はい、新しいアミノ酸が入ってますと、はいはい、その名もシスチンですね。あ、はい、このシスチンちょっと聞き慣れない名前ですけど、そうですね、よく鶏肉とかに多く含まれているアミノ酸なんですけども、はい、まあ、より体の中からこう体調を整えてくれる、まあ、コンディションを良くしてくれるアミノ酸なので、そうですね、今までの力よりもよりそのコンディションを整えてくれるっていう力は高まっているかなっていうふうに思います。なるほど、はい、これはスポーツする前に飲んだらいいんですかね。ですね、正しく言えばもう全部ですね、スポーツする前も途中も、後も全部にご活用いただけます。お、はい、じゃあ時間やタイミングを選ばずに、はい、まあ、飲んで大丈夫と。そうですね、どっちかっていうと本当に毎日これをトレーニングのお供として飲み続けていただけることで、よりコンディショニングを毎日のコンディショニングを整えてくれるという働きがあるので、できれば運動前途中に限らず本当にこまめに飲んでいただくことを一番おすすめしてます。なるほど、はい、自分も今年は初めてトライアスロンに出たんですけど、はい、もうこれトレーニングあとは必ずちょっと飲ませていただいてました。はい、はい、どうですか。確かになんか翌日の楽さが違うというか、 なんかトライアスロンだと、まあ、バイクやって走って泳いだりしなきゃいけないんですけど、はいはい、こう連続してこうトレーニングをしても、まあ、意外とバテなくて続けることができたので、はいはい、なんかやっぱり飲むとそういうなんですかね、ただトレーニングするだけじゃなくて、はい、そのリカバリーみたいな部分も、はいはい、まあ、やっぱり重視しなきゃいけないんだなというふうに思って、まあ、これをやっぱり活用させていただいてました。ありがとうございます。ぜひこれからも頑張ります。頑張ります、はい、頑張ってください、はい、サイクルモードに来ると、はい、今のようなこうセミナーをやってらっしゃる、ね、はいはい、5分間の、まあ、アミノ酸って何かっていったところと、はい、まあ、この製品のどういうふうにこう活用したらいいかっていうところを5分間で伝えるセミナーやってますので、はいはい、でそれを聞いていただいた方にもう、あ、これいただける、はい、プレゼントってやってます。あ、いただけるそうです、はい、アミノ酸についてもアミノバイタルについても詳しくなるし、はい、アミノバイタルプロももらえるいただける。いいことしかない。またこう5分にまとまってるというのはいいですね。あ、そうですね、はい、5分を次回くださいっていうと皆さん結構こう、そうですね、耳を傾けてくれるっていうのがありますので、そうですね、なるほど、はい、ぜひ5分お立ち寄りください、はい、以上アミノバイタルブースからお伝えしました、はい、ありがとうございました。